今回2日目、私が案内する場所は大子の滝。大子の滝は里にある滝の中で一番大きく88メートルの落差があります。これ以上近づける、そして見落としてしまいがちな大子の滝の入り口のふもとにある大子の湧き水。この湧き水は日本の名水百選に選ばれているんです。水質は超軟水。超軟水は魚や微生物が住めない水なので、混ざり気のない美味しいお水です。続いて案内したのは千尋の滝。滝の左側には巨大な花崗岩の一枚岩が、千人で手をつないでも足りないことから千尋の滝と名付けられたとか。大子の滝とは違い、女性らしい心を癒せる滝です。